今回は日本一もったいない副福線をご紹介いたします。そもそも副福線は関東関西などの都会の副線区間にてダイヤが逼迫する路線に施されるものですよね。しかしせっかく副福線を建設したにもかかわらずそれを無駄にしている路線があるのです。どこですか？はい、それが本題です。どこだと思いますか？関東以外の都市の郊外ですか？いや、関東です。え、関東ですか？どの路線ですか？はい、常磐線です。常磐線、大都会路線じゃないですか？いえ、常磐線のある区間がもったいない使われ方をしているのです。常磐観光線の我孫子から砦の区間です。ご存知ですか？この観光線の線路のダイヤは平日朝夕1日24本、休日はゼロなのです。え、関東で1日24本、休日運休、まるでローカル線ではないですか？いや、ローカル線よりひどいかもしれません。いや、並行して走っている快速線、中距離線は頻繁に電車が走っています。特急も走っております。隣の観光線、各駅停車です。地下鉄千代田線と直通している路線です。私が言いたいのは、砦から我孫子の線路の負荷があまりにも極端すぎるからです。快速線は特急、貨物列車、中距離、高直流列車、直流快速電車が頻繁に走るのに並行する砦から我孫子の観光線は、朝は1時間4本から7本、夕方も4本から7本、9時から16時台はゼロです。千代田線直通の観光線はほとんどが我孫子折り返しなのです。なぜこのようなことが起きたのでしょうか？国鉄の五方面作戦の失策です。五方面作戦って何ですか？国鉄が1964年から1971年まで予算を投入して首都圏から放射線状に伸びる東海道線、中央線、東北線、常磐線、総武線の5方面の通勤路線を改善するプロジェクトの名前です。1964年時点では常磐線は乗車率が 247% まで上がり、殺人的ラッシュが続いておりました。具体的な一つの計画としては、それまで副線しかなかった路線を副副線にすることです。常磐線もこの5方面作戦の一環として、北千住から先を副副線にして地下鉄千代田線と直通させることで混雑を緩和させることとしました。1971年に常磐線の副副線、千代田線の延長の観光線が我孫子まで開通します。これと同時に我孫子の先に車両基地を作ることとなりました。常磐線が開業してからは、砦と我孫子の 6.1km の間に駅はありませんでした。この車両基地を作る見返りに、車両基地近くに駅を新設してほしい要望が地元から上がりました。副副線の完成の前の1970年に副線上、現快速線に新駅が開業します。この新駅は新我孫子という予定でした。しかし成田線の東我孫子があることから混同を避けるため、駅付近の地名が我孫子市大字柴崎寺天皇裏からその台地にあることとして、
天皇台という新駅に決まりました。天皇台駅は観光船が開通するまでは暫定的に快速船の上にホームを設置し快速を停車させます。観光船を砦まで延伸した暁には快速は通過させて観光船だけを停車させる計画を発表します。ところが天皇台の地元の人々は快速を通過させるなら用地買収に応じないと主張。仕方なく国鉄は要求に応じて永遠に快速も停車させるようにしました。1982年に観光船延伸の我孫子から砦が開通します。しかし常磐線の快速が停車することにより我孫子から砦の間は快速で十分であることから観光船の本数は少ないままとなりました。そして現在では休日はゼロ、平日は24本走るローカル線並みのダイヤの伏線となりました。天皇台駅付近にある某電機メーカーの事業所の従業員の通勤用として観光船が快速船の増便として朝夕運転されているようです。快速船の線路の負荷はすごいものですが観光船は1日片道24本程度通る路線となり下がりました。この観光船の我孫子から砦の線路はもったいなさすぎます。この利根川橋梁もいくらお金をかけたのでしょうか。そこでこのもったいない観光船の活用方法を提案したいと思い、できれば視聴者の皆様のご意見も参考にしたいと考えております。ウプ主の考え方は3つあります。 1.2231 の快速直流電車を観光船に転線させて砦から我孫子の負荷分散を図る。 2. 運転系統を我孫子から千代田線と我孫子から砦を分割して2.2310番台の単編成の区間列車を平日日中、休日に数本走らせ成田線との共通運用を図る。3. 関東鉄道の砦から三津街道を電化させてこの観光船の我孫子までの相互直通とする。1は我孫子駅の構造上難しいことが分かりました。転線するなら成田線の分岐があるため我孫子の手前で転線させなければなりませんが土地買収も大変です。2ややこちらの方が現実的ではないかと思いますが乗客ダイヤの負荷分散にはあまり貢献しません。3は関東鉄道と組んでつくばエクスプレスと張り合うのもいいかもしれません。つくばエクスプレスの秋葉原の地下や遠い浅草駅よりは利便性の強い千代田線をバックに戦うのもいいかもしれません。しかし難題はたくさんあります。関東鉄道のホーム延伸と電化工事をしなければなりません。関東鉄道に電車も投入しなければなりません。また砦駅をまたがなければならず工事費用も膨大ですし、あの地磁気観測所のために変電所をたくさん建設しなければならず電化設備も膨大です。一層蓄電池列車、ハイブリッド車、電気式機動車がいいかもしれません。電化設備は維持したままです。皆様の明暗をお待ちしております。第2番は明暗があれば皆様のご意見や結果を発表したいと思います。